てきて、ばあちゃん一緒に見て、これこれ手に入りました。はい、開封してみよう。はい、今日はですね、朝からちょっといろいろバタバタしてました。いろいろちょっとやってたんですけど、その中でも今日あるニュースがありました。何でしょう、何やと思う、ばあちゃん。今日ニュースがあったの。それ踊りももちろん今よさこい踊りをしてるんですけど、それとは別にですね、重大なニュースは5月に発売されて瞬く間に完売してしまって、それからいろいろネットで高値取引されてっていう、ものすごい商品が出ました。何でしょう、これです。ばあちゃん、もう来て来て、ばあちゃん一緒に見て、これこれ何でしょう。ちょっと来て来て来て、ラーメン。来て来て、なんでわかる、ラーメンって。何かわからんのに。だからラーメン。なんでわかる、だいたい見たら。はい、ということでこれ手に入りました。味噌菌濃厚味噌、味噌菌飯、濃厚味噌飯、ヒカキンさんの味噌菌、これが今日発売日、どこの店舗5軒6軒ぐらい回ってもどこもなかったですけど、ある店舗でなんか時間差で販売してて、はい、ということでこれ手に入りました。味噌菌飯と味噌菌ラーメン、これじゃあちょっとばあちゃんと食べてみようかと。はい、蓋上の特製香味油の特製香味油の袋を取り、蓋を剥がす。内側の線までゆっくりとまんべんなく注ぐ。蓋をして5分。蓋を剥がし、特製香り味噌を入れ、もかき混ぜて出来上がり。かき混ぜて出来上がり。それと蓋の上の特製香味油の袋を取る。蓋を半分まで剥がし、熱湯を内側の線まで注ぐ。特製香味油の蓋の上で温める。蓋をして5分後入れてかき混ぜて出来上がり。よし、ということで、はい、じゃあばあちゃんちょっと出してみよう。待ってよ、躊躇なく開けたね、いきなり。はい、それ開けて、で上のやつ取らんといかん。でそれ上をちょっと半分ぐらいまで剥がしてみて、どんな感じになっちゅうかね。日清さん、はい、開封してみよう。はい、半分ぐらいまで開けて、あ、なんか具材がすごいしっかりしちゅうね。はい、開けて半分、それでいい、 OK。 ほんでちょっと待って、ここに入れるんよ。で、こっちも開けてみようか。お味噌も入れるが。こっちも開けてみようか。で、ちょっと中開けてみて。どこの線まで入れるか。線がね、歩きね、どれぐらいまで入れたらいいか俺が言うわ。はい、じゃあばあちゃん、こっち線入れ、そうそう、そっちから先入れて。まだまだ、もうちょっと。もうちょっとで。これやろ？もうちょい。もうちょい。もうちょい。オッケー。だから言うたんや、足らんて。それで蓋の上に置かんといかん。ここの上に、あ、これ置かんといかんよ。はい、ここ置いて。そう、違う違う、そっちじゃない、これ置くの。そうで置いて、で5分。これ小さいよ。はい、じゃあ入れてみて。おお、気付けてよ。ほら、はい、オッケー、蓋して。はい、でこれで5分。じゃああとはこれを待つだけ。座って食べれる準備しよう。2、1、0。はい、なりました。オッケー。それを開けて入れんといかん。はい、でここに、そう、でそのタレを入れて、で混ぜんといかん。ここ少しやね。ほら、はい、しっかり出して。これ以上は出んよ。ほんで、おいちょって、でそれで混ぜる。あ、それ上ふく口取っていい。で混ぜて、うん、これは
でしっかり入れて。これは少しだね。うん、少しかどうか知らんけど。ほら。うん。ほんと少し。で、それでしっかりかき混ぜて。はい、じゃあこんな感じ。じゃあ座って用意する気、食べよう。今日の昼食。じゃーん。はい、味噌菌。飯、味噌菌飯。と、味噌菌ラーメン。これで、と、ばあちゃんのこの、おむすびと、煮つけ。これでいただきます。いただきます。どっちから食べた？どっちでもいいよ。ラーメン食べる。ラーメンからやね。では、まずラーメン。味噌菌ラーメン。さあ、どうでしょう。いただきます。まあ、まず、味噌の味が美味しい。このなんていうんかな、味噌の優しい風味、味がちょっと飲んでみよう。汁、うん、なんかしつこくなく、しつこくなく、この味噌自体がすごい味わいやすい、甘い美味しい味噌やね。で、かつすごい味わいにコクがある。これはこれね、スプーンで食べようかな。飲んだ腰がものすごい。ちょっと待ってよ。つるっとしてるから。うーん、飯の方を食べてみます。ばあちゃん、特製ダレ入れたけど辛くない？いただきます。この味噌の優しい味わいと、このご飯に絡んだ感じがすごい美味しいね。で、食べたら食べた分だけ、その味噌の味わいとちょっとした香味の、なんか優しい味付けが顔、広がってくる。子供ベースにして、この香味だれみたいな辛いんかと思ったら全然辛くないね。美味しい。うん、美味しい。これね、今すごい価格が上がる。これ一つずついくらぐらいだと思う？当てて。大体で当てて。280円。ああ、まあ300円前後やけど、今すぐネット上でいくらぐらいで売られると思う？これセットで当てて。これ2つで、俺が見たところではメルカリで2800円。それだけないのよ。ではこのばあちゃんの、じゃあちょっと煮付けもいただきます。これね、そうプレミアがついてね、もう今2800円とかで売られる。これじゃあいただきます。それこうたの買わんよ。並んだというか店で買ったもん。昆布の優しい味付けと美味しいだしの味が、で僕のばあちゃんの梅干し入りの味噌汁、うん、あ、これご飯がええ塩梅で硬そうなね。梅干し食べます。美味しかった。キャベット食べて、うん、美味しいの。うん、蜂蜜漬けの梅、蜂蜜入りでめちゃめちゃうまい。じわじわ食べてきます。確かに食べやすいのは、確か喉越しない。なんかね、辛い香味だれってあるから味どうかと思ったら、いや、なんかいろいろ賛否両論あったけど、味噌ラーメンとしてまた食べるかって言ったら、食べたらね、美味しい。なんか、あ、これ絶対両方お酒に合いそう。これなかなか味が、メッシの方がちょっと優しいんかな、味付けが。そんな気がしますね。ラーメンが、味が、味噌味がしっかりついてる。子供さんに人気なの。このヒカキンさんがね。だからだね。だ
全然持ってんだよ。だからとはね、どういうこと？うん、人物もね、人柄とかもすごいいいと思うんだよ。そういうこともいい気がすると思う。あ、美味しい。味わい深いね、すごい味噌の味が。美味しい。このね、キクラゲがまた美味しいわ。コリコリ、すごい味。ちょっと食べてみ。うん、うん、お腹張った。なんか素材素材の味がすごいわかるね。うん、完食。あ、ほんでほっとした。おはい、ではばあちゃん、この味噌菌濃厚味噌、味噌菌飯、濃厚味噌飯、はい、総評と締めお願いします。いや、おばあちゃん難しいです、それは。うん、うん、それはあんたが言ってあげて。いやいや、ちょ、自分の感想よ。私ね、とにかくね、これ食べ、喉越しがすごくいいなと思った。どっちが？あの、正直な思う感想で両方とも。けど、おばあちゃんのこのとこの味じゃない。どっちが好き？いや、どっちか言ったらラーメンの方が。お、星はいくつですか？78点。お、何点満点中のか言わんと分からない。80点満点です。はい、ヒカキンの味噌の方は、味噌菌の方は確かにこの香味だ、油って入ってるから油油してるっていうのと、ちょっと辛いかなと思ってても、そうでもなくて、なんかこの味噌自体は、この味噌の食べてたら具材もしっかり入ってるのと、味噌の味わいが、風味がすごい感じる。で、あの味噌も辛くなく濃くなく、あの食べやすい。ただ食べてってたらこう口の中に味が残るような美味しい味噌です。あの味噌菌飯の方はそれぞれキクラゲとかも入ってるんですけど、それぞれの素材の、あの新鮮さというか食感とかも生かして、素材の味わいもすごい味わえて美味しいのに、かつこの味噌とご飯と入ってこう両方食べると、のマッチングした感じ、味噌の味わいがこっちの方が飯か、味噌菌飯の方が後味残った味噌の味が、味噌の主張がしっかりしてくれる感じで、あ、味噌の雑炊みたいな食べてるっていう感じがして、すごい美味しいです。またそれぞれ味わいが違って美味しかったです。またちょっと食べてみて感想教えてもらえたら嬉しいです。ということで、私のチャンネルではこれ引き続きというか、今日は作ってないんであれなんですけど、なんて言ったっけ、いつも忘れた。そう、我が家秘伝のレシピ、我が家秘伝のレシピ、なんて言うか、いつも知らない。頭が、我が家秘伝のレシピ、美味しいお酒の友、時短レシピや炊飯器レシピ、また巷での早見爆速爆安メニュー等々教えていただけたら挑戦していきたいでお願いします。なんか違ったような気がします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。はい、では、ばあちゃんいつもの最後の言葉お願いします。味やし、菓子やし、すべてやし。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。気持ちよく食べれてよかったね。今日はちょっと、もう早いから、テレビらも見たい、テレビあるろき、ゆっくり休みや。